私の番に何かご用でも。いや、何かの撮影会かと思って。ほら、あそこに可愛い子もいるし。あれは私の妹だ。手出しをしないでくれよ。俺ってそんなに物欲しそうに見えるんだろうか。あの、あれ
君は撮影会の子？まさか。あの、兄が何か失礼なことでも？兄？いや、別に。君に手を出すなと言われただけさ。また兄さんたら。あたし、兄の助手を務めてる七海遥と言います。七海？聞いたことあるな。助手って話だが、何の助手だろう。俺はアギョウだ。アギョウソーマ。変わったお名前ですね。あ、ごめんなさい。いいさ、実際変わってると俺も思うからな。ここって本当にいい公園ですよね。空気もいいし、清々しいし。君はここ長いのか？でもないです。まだこちらに来て1年くらいですから。いいですね。あとは兄が元気になってくれれば。助手って言っていたけど、君はカメラマンか何かかい？まさか。私は檜学園の生徒です。兄の仕事をお手伝いしていて。で、助手ってわけか。はい。あんなライト版に撮影機械でも？カメラマンじゃないとすると一体何をしてるんだい？兄は大学の助教授なんです。学者先生がこんな海辺の公園で何をなさってるのかな。あの、失礼ですけど。ああ、これはすまない。俺はクズ通りに住んでる探偵でね、つまらんことに興味を抱くやつなんだ。探偵さん？すごく運が悪い。探偵さんというと、最近流行のアイドルランキングとかありませんでしたっけ？アイドラーライセンスのことかな。あ、そうです。すいません、テレビで聞きかじっただけですから。兄は頼まれて調査をしてるんです。調査？笑わないでくださいね。海辺に出るとか言われてる幽霊に関して。でも最近の兄はちょっと。あ、なんでもないです。はい。最近世間を賑わしてる幽霊事件知ってますか？多少ね。まさか俺にも依頼が来てるとは言いづらいな。それの科学的調査をしていたりするんです。昼間にかい？幽霊は夜が定番じゃないか。明るいうちに目撃団の痕跡を調べたりしてるんです。夜はやっぱ怖くて人が近づかないのかな。そんなことないみたいですよ。若い人たちって怖いもの知らずですから。君も十分若いだろうに。そういえばそうですね。で、成果は上がったのかい？それが全然。高価そうな機材なのにな。3000万円の観測機だそうです。大学もよくそれだけお金を出しますね。名誉に払う金は惜しまないのかもな。探偵さんも興味あるんですか？人並みにはね。マスコミで一頃取り上げられていただろう。
本当ですか？本当は幽霊事件を調べてたりして。鋭いね。専門家の方は空気中のプラズマかリンの発光現象とおっしゃってますけど。さては君の兄さん違う見解？何か考えてるみたいですけど、兄はあまり自分のこと話さなくて、こっちに戻ってきてからどうも。最近は毎日、日中ならここにいますから。はるか、何をしている？あ、大変、兄です。探偵さん、またね。妹にちょっかいを出さないでもらいたい。ナンパならセントラル街ですることだ。あの男がナナミって大学の研究者か。マイコから聞いた通りだな。やたらと気難しそうなやつだったな。